想定するところです。今回のイメージソングを歌っております米倉敏之さんのハートが送られます。そしてこのボクシングルネッサンス92のイメージソングを歌っている米倉敏之さんがミッキーロークに花束の贈呈です。いやしかし渡嘉敷さん、はい、すごいボクシングパンツって言いますかね。これトランクスですね。透けて見えますね。そうですね。いやすごい、まあ、今気合を入れるように顔を叩いてましたけどね。はい、相手はどうなんでしょうかね。ちょっと気合、まあ、ああいうタイプのボクサーなのかもしれませんけど、はい、スーパーミドル級の6回戦、いよいよあのスーパースターミッキーロークの登場です。コマーシャルの後、いよいよ第1ラウンドのゴングが鳴ります。アメリカ国家の演奏です。恐縮でございますが、ご起立をお願いいたします。これから国技館ではアメリカ国家の吹奏です。鶴太郎さん、ボクサーとしてミッキーロークご覧になってどうですか？ボクサーとしては決してというところじゃないですか。なるほどね。だから一緒に今お客さんも楽しみながらというところでいいんじゃないですか。そうでしょうね。ミッキーロークさん、はい、このミッキーロークはですね、はい、アマチュアで、まあ、20勝4敗という成績を持ってるんですけど、なかなかいいですよね。いい成績ですね。ご覧になったことありますか？お試合の模様。そうです、ビデオでちょこっと見ました、はい、印象はいかがですか？そうですね、まだデビュー戦だったんでその試合が、ちょっとガチャガチャだったかなと、なるほどね。今日はしかし対戦相手なかなか強そうですよ。結構キャリアありますからね、はい、また容易ない相手を選んだもんですね。あの世界ランカーとの対戦もあるらしいんですよね。あー、いやー、そういう選手をよく選びましたね、3戦目で。
まあ、俳優さんだけにねたくさんいるとこだと、はい、あの実力を出すのかもしれないですよ。なるほどね、鶴太郎さん、はい、そういうところではそのエンターテイメントという部分では共通するものあるかもしれませんね。そうですね、ですから本当にクリーンなあのキビキビとした試合をやればお客さんも喜ぶと思うんでね、そうですね、期待したいと思います。スーパースターミッキーローク、今回がプロ3戦目、第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤のトランクスに白のベルトラインが入っていますのがダリル・ミラー、36戦のキャリアがあります。一方今日が3戦目、手強い相手を迎えましたミッキー・ローク。1985年のイヤー・オブ・ザ・ドラゴン、そしてその後エンゼル・ハート、あるいはナイン・ハーフ、そういった映画に主演いたしまして、今やもう押しも押されもしてないアメリカのスーパースターです。お互いに白のグローブをつけています。これ渡嘉敷さん、白のグローブというのは結構珍しいんじゃないですか。そうですね、珍しいですね、かなりあの挑戦者の方というかあの、はい、ミラーの方ですか、結構いいボクシングしますよ。今スイッチしましたね。左のジャブ、左のダブルジャブです。右のボディーブロー、右のボディー反撃します。ダリル・ミラー、ミッキー・ロークのジャブいいですね。あ、そうですか、なかなかいいジャブ。左の肩のところ、そしてから左の腕、それから右の腕のところに入れ墨がありますが、これは自分でデザインしたそうです。渡嘉敷さん、はい、ダリル・ミラーマのお腹のあたり見ていると、あーっと、右ロック、かなりこうちょっとたるんでいるような感じもしますけどね、まあ、でも35、ね、6歳でしょ、高い、なかなかいいねファイトしてますよ ね、 すね、ダリル・ミラーもかなりプレッシャーをかけている。右のストレートでダウン、右のストレートでダウン、立ち上がれないか、あーダメだ、足に鍛える、足に鍛える、1ラウンド KO 勝ち、1ラウンド KO 勝ち、これは驚きました。これ鶴太郎さん驚きましたね、これは驚きましたね、あのパンチは右のストレート、渡嘉敷さん、テンプルあたりに当たったんですかね。まあ、相手練習したんですかね、相手は2、3日経ってないんじゃないですか。今のパンチで倒れるっていうのは、まあ、カウンター気味に入ったのかもしれませんね、左手を高々と上げられました。このミッキーロークは KO 勝ちで勝つのは今回が初めてです。相手のダリル・ミラーをいたわります。テレビ東京の若松スポーツ局長から記念品が贈られます。